一応僕今25歳篠原大地と申します。で青木さんの元で一時期お仕事を、まあ、同じ今も会社は同じなんですけど、青木さんと一緒にお仕事をしてた時期もあり、で経歴としては多分僕が日本人で一番最初だと思うんですけど、ちょっと正式な情報はないんですけど何かというと2009年に iPhone3G が発売しました。この iPhone の一番日本国内で出たモデルの一番最初のモデルですね。あれを僕はもう買う前から、あ、これ絶対すごいことになるっていうのはもう分かってたので、あれを買ってもうそのままユーラシア大陸を横断、要は何がしたいかというと、海外でネットを使ってその国々で情報を集めたり、まあ、その現地の人と交流をしながらユーラシア大陸、まあ、大体25カ国って書いてはいるんですけど、実際はまあ25の、まあ、当時はまだ国じゃなかったコソボ自治区だったところとか、あとはパレスチナとかですね、ああいった地域にまで、まあ、いろんな興味を持って足を運んだ次第であります。で、まあ、その大体2000、まあ、旅行に旅をしてたのは2008年から2009年の、初夏、まあ、春まで、まあ、なんで、大体10ヶ月ぐらい2008から2009年にかけて旅行してたんですけど、まあ、そこから日本に帰ってきて、大学を2010年に卒業して、でそのまま、そのままの形で今の、三菱総研 DCS っていう銀行の IT 屋さんみたいなところですね。ちょっと失礼しました。はいはい、うん、あ、そう、手振ってるおじさんがいるところ